演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちなビッパーガンというお店のクレープ5種を食べたいと思います。確かに焼きリンゴ、ベリー、バナナのミルフィーユとバナナショコラと、あのいちごのカスタードのなんだっけ、プリンアラモルだ、これの一つを注文しました。どれも美味しそうです。華やかですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。どれがどれだか分かりませんけど、これからいただきます。ちなみにくまモンを食べているのは熊本産の米粉を使用している、生地に使用しているからみたいです。ではいただきます。やっぱり生地はもっちり、ちょっとあーっていうのもあったけど、全体的に美味しいな。あとチョコも濃厚。まず全てにおいて生地が共通していて、もっちりしちゃった食感で、中にある具材に行く前にちょっと弾力があって、一段落をおかせくれるのが良かったですね。でミルフィーユクレープにつきましては、ザクッザクッとした、そうです、ザクッザクッとした食感もきっちり感じられて美味しかった。でその上でいくと、まずプリンアラモードはちょっと気づかなかった、自分が悪いんですけど、自分が苦手なメロンとかが入っていたので、ちょっとカラメルが垂れてしまって食べづらかったのが残念でしたね。プリンはクレープに入れるのはちょっと向いてないのかもしれないです。メロンがちょっと薄くなってしまったので、こちらの点数をさせていただきます。あ、ちょっと一つ言いたいんですけど、なんかメロン見て美味しいのにとか言うんですけど、コメントも書かれたことあるんですけど、あれ正直嫌です。なんか上から見せにそれ食べられないで損してるみたいなマウントを取られるような気がするので、ちょっとそうした部分だけちょっと気をつけていただきたいな、嫌だなと思いましたので、これ放送させていただきますね。でそれはまあそれは置いとくとして、であとミルフィンフレームについては、特にイチゴがフレッシュで良かったですね。イチゴの爽快感が口の中で甘じわっと甘じわっと広がってきて美味しかったです。バナナやリンゴも美味しかったのですが、やっぱりイチゴが一番目立って美味しかったので、ミルフィーフレーバーイチゴをこちら、バナナとリンゴ、こちらの点数とさせていただきます。そして最後のバナイチゴチョコバナナショコラにつきましても、チョコレートの濃厚な味わいが口の中でぶわっと広がってきて美味しかったです。やっぱりチョコレートは濃厚な方がいいですね。でそれに負けじとバナナも追いかけてきて、ちょっとしたお祭り気分になって味わえたのが良かったです。ただイチゴの方の美味しさには負けてしまった部分がありますね。こちらの手数って言います、バナナ大好きなんですけどね、今度は全部バナナのクレープを食べてみたいな。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。